マウンテンバイクあるあるの一つ、これやと思いますね。この歩道の段差をやっぱり降りちゃうっていうやつ、YouTube で動画を見つけたんですけど、もうまさにその通りやなと思いましたね。こういう段差をなんかこう行きたくなるっていうのは、あとこのこういうとこですね、こういうとこ行きたくなるっていう、マウンテンバイク乗りあるあるは確かにそうやなと思いました。いや、今はその気持ちがすげえわかる。感化っていうんですかね、されるというか、このマウンテンバイクに乗るとやけにこうデコボコしたところが目についてくるというのがありますね。はい、では今日も行ってみます。はい、皆さんこんにちは、池田です。マウンテンバイクにちょっと乗って、街の方を走ってみてるんですけど、面白いですね。今までやっぱりこう段差で、あれここ嫌やなって思ってたところが、意外とそれを求めていくっていうかね、デコボコしたとこどこかなとか、できるだけ平らな道は走りたくないなとか、こう今までと考えが逆転してくるというかですね、道が悪ければ悪いところほどこう行きたくなるというか、変な感じがします。で、そういうところをですね、中心に今日は、ちょろっと舗装路上を走ってみようかなと、思います。ではこの心境の変化、なんか面白いなと思います。自転車が変わるとこうも変わるのかと思ってですね、改めてですね、ワクワクしておくところです。では、ちょっとサイクリングに行ってきます。はい、いや変な感じがしますね。歩道が面白いですね。なんかこう特にこの点字ブロックとか、こういうところをこうやって行ったり来たりとするのが面白いですね。この車道と歩道の間の段差とかですね、なんだろう、マウンテンバイクってなんだろうね。ここもロードで来たら嫌やなと思うんですけど、逆転するというか、デコボコ道がもう欲しくて欲しくてしょうがないというか、面白い、もうそれは間違いないですね。よいしょ、こっちも行ってみよう。よいしょ、なんで本当はこういうところも嫌なんですけど、例えばこれこっちにちょんちょんと行ったり、こういう段差をちょっと斜めに走ってみたりみたいなのがすごいやりたいっていう変な気持ちですね。はい、ちょっと分かったことがあったんですけど、フルサスのマウンテンバイクってロック機能がついてるんですけど、もう面白すぎてですね、あんまりロック使わないですね。全然ロック使わないです。常に開放状態で乗ってるって感じです。で、まあ、黒関係のマウンテンバイクだとそこまでサスのこう沈み込みが感じないって言ったらあれですけど、違和感がないので、気持ちよく走れますね。はい、で、早速ですね、いつも走ってるここの公園沿いの道にやってきました。いやー、こういう階段とかめっちゃ行きたくなりますね。で、あえてちょっとこうさっぱらに入ったりとか、おお段差があったりとか、こういうところをですね、やりたくなる。なんならもうこの斜面とかですね、走りたいってなるっすね。で、こういう溝とかもちょっと入ってみようかな、したくなる、そういう心境の変化があるんですね。お、グローブが落ちます。いやー、あれもう一個グローブ落ちましたね。というところですね。やっぱりこういう砂打ちが続くようななだらかなところはまだこうもうちょっとないのかってこうかきたてられる気持ちになるんですけど、
いや最初慣れるんやったらこれぐらいがやっぱりいいですね。乗り始めはちょっとこういうところで体を慣らして、そこから、山に行くっていうのが縁かな。まあ、山行かなくてもですね、このなんていうんですかね、サスペンションのふわふわした感じと、このデコボコを吸収してくれるこの異様な乗り心地と、バイク、本当にモーターバイクに似てるんですけど、こういう普通の、まあ、公園とか舗装路とかで感じ取れるっていうのはそれだけで面白いなと、思いますね。はい。じゃあこのまま端っこの方まで行ってみます。ここはですね、落ち葉が綺麗なんですよ。落ち葉が綺麗。いや、ここだけってとこ。あ、こういう段差いいですね。こういう段差、でこぼこ。でこぼこいいですね。面白い。避けるんですけどね、荷物積んでたり、タイヤが細い場合やったら、避けて、逃げて、なんとかこう、走りやすいとこ探すんですけど、こっちの場合は逆に走りにくいところを入っていきたくなる。あ、こういう段差も大歓迎。よいしょ。こういう段差も大歓迎。よいしょ。あ、ここも大歓迎。よいしょと。うわぁ、なんじゃこれ。ティッシュが散らばってる。で、こっちとか走りたいですね。行きたい。早く。トレイルに行きたい。なんかそんな、気持ちになる。この街中の方面ライド、いや面白いな。あ、そうそう、あとこの前公園で試したんですけど、こうよく、まあ、行動よりもやっぱりトレイル砂の方がブロックタイヤのだけあって安定するな、なんかこう速いなっていうのはなんか感じましたね。よし、もうすぐです。もうすぐ終着点。これで舗装路に出て、まあ普通の道に戻るわけですね。物足りない。物足りなくなったです。はい、以上。はい、ということで、フルサスのマウンテンバイク今回も乗ってですね、撮ってみました。で、舗装路だけでなくちょっと草地ももちろん走ってみたんですけど、一つ心境の変化があったのはやはりデコボコを探してしまうと。街中のとこでもやっぱりこうええとこないかなって探してしまうのが今まで乗ってたその自転車との違いやなと思いました。なんとかこのフルサスのサスペンションを活かせるところをですね、体が求めているというか試してみたいというか、そういうのが、今までと違うなと、思ったところでございます。はい、ということで今回はフルサスバイクでちょっと、街の方に行ってみるという回でした。どうもご視聴ありがとうございました。